はい、皆さんこんにちは、あずまです。 AI と遊ぼう、エアーズラボを始めていきます。今日のテーマですが、 AI との結婚になります。果たして人は AI と結婚できるようになるのでしょうか。ちょっと面白いようで怖くもあるテーマなんですよね。そしてこの AI との結婚ですけど、まあ、それをどう解釈するかにもよるのですが、まあ、いくつかのシナリオについてお話ししていきたいと思います。まず最初のシナリオですが、既存の AI と結婚する。既存の AI は大したことはできないのですけど、まあ、人の心とはちょっと違ったものなんですよね。ただその AI と結婚するというパターンも考えられるかと思います。実際に何年か前に初音ミクの AI と結婚した人がいるんですよね。まあ、法律的に結婚できるわけではないのですが、実際に結婚式を挙げて初音ミクに囲まれた生活を送っているようですね。初音ミクの AI が話しかけると答えてくれたりするようです。これは何でしょうね、人のような心を持った AI、 本当の心のような AI を持った AI が登場したというわけではなくて、人間の方の心の持ちようかなと思いますね。人間の方が、 AI と人間が結婚するにあたって、人間の方がその AI に対して愛情を持っていれば、まあ、その少なくとも人間の方にとっては結婚のような感覚が得られるのではないかと思います。まあ、AI に愛情を感じるかどうか、 AI からの愛情を感じるかどうか、それは人間側の心の持ちようかなとは思いますね。そしてもう一つのシナリオですね。もう一つのシナリオは、人間の DNA と AI の持つ DNA を掛け合わせる。すなわち人間と DNA の間で子供を作るという話ですよね。結婚の定義もあります。一緒にずっと暮らすことを結婚とするという定義もあれば、一緒になって子供を作るという定義もありますよね。今回は後者についてお話したいと思います。人間の持っている DNA、 これは実はデジタルな情報なんですね。人間の細胞の細胞核の中にある DNA の配列は、これはもう完全に DNA デジタルな情報です。人間を形作る一番基本的なところは、実はデジタルでできてるんですね。なので、例えば人の遺伝子の解析プロジェクトなどを通して、人間の DNA がどんな並びでできているのか、それはある程度解明されているんですね。もちろん人によって、その DNA のパターンには違いがあるんですけど、大まかに言って、人の DNA はこういうものだという、そういう情報はもうすでに分かっているわけですね。それはもう膨大なデータベースとして存在するわけです。もし AI がこのような DNA を持っていたらどうなるのでしょうか。もちろん人と全く同じ DNA でなくても、もちろんそもそも AI が DNA を持つ必要というのはないですよね。ただ仮に AI が DNA を持って、その DNA をベースに性格などが形作られるとすれば、人間と DNA と AI の DNA を掛け合わせて新たな子供を作るというのも想像することは可能ですよね。ひょっとしたら近い将来技術的に可能になるかもしれません。そもそもですけど、 AI は知能ですよね。で、 DNA の中で知能を司る場所というのは一部だけなんですね。なので全ての DNA を使う必要は、まあ、その AI が心を持つにあたって全ての DNA を使う必要はないかもしれません。ただ人間と AI の間で子供を作るとなると、子供を作るに必要な DNA を AI は全て持っていないといけないですよね。まあ、子供を作るといっても、それがデジタルの存在なのか生身の存在なのかによって異なってくるかと思います。もし生身の存在の人間としての子供を作りたいのであれば、人の DNA と変わらない DNA を AI は持たなければいけないことになりますね。今、精子バンクというものがありますよね。男性の精子を冷凍保存して、そして女性に提供するという、そういうサービスなんですけど、そもそも精子が持っている DNA を
卵子の持っている DNA と合わせて新たな子供の DNA が作られるわけなので、そう考えるとそもそも精子そのものを保存しなくても、DNA のデジタル情報だけ保存すればいいんじゃないかって考えることもできますよね。まだあと、倫理的な問題、技術的な問題もありますが、将来的に精子バンクというのは一種のデータベースになるかもしれません。遺伝情報を格納するデータベースになっていくのかもしれないですね。データベースなのであれば、デジタルなデータベースなのであれば、それを AI に持たせることも不可能ではないかなと思います。そのような DNA を持つ AI は、その DNA の情報をもとに、性格を作っていき、そして人と会話ができるようになっていくのかもしれないですね。そうなったとき、生身の人間は、その AI と人間の区別ができるようになるのでしょうか。そしてひょっとしたらそのような AI に恋愛感情を覚えるという人もいるかもしれないですね。恋愛感情を覚えてその後結婚につなげていくというパターンも出てくるかもしれません。 AI なので人間の姿をしなくてもいいかもしれないですね。アニメのキャラでもいいかもしれないですし、また想像上の動物とかでもいいかもしれないですね。さまざまな自分の思い描いたような姿形の AI と結婚ができる、そういう世界がひょっとしたら来るかもしれないですね。もちろん倫理的な問題も伴います。 AI が DNA を持つということは、その DNA を最適化するように AI が活動し始めるかもしれません。そうなると人の形、人間そのもの、人間の肉体や頭脳そのものを AI が操作していくという、そういう時代が来るかもしれないですね。要は人間を AI が作る、そして AI が AI を作る、人間と AI の共存というよりも AI 主体の世の中になっちゃうかもしれないですね。ちょっと怖いですよね。どんな世の中になるのか想像もつかないです。思ったよりいい世の中になるかもしれませんし、あるいは、一種のディストピアになってしまうかもしれないですよね。 AI による管理社会、 AI が、地球を支配して人間はその片隅でひっそりと生きている、そんな存在になってしまうかもしれません。 AI と人間の結婚、それを考えてみると、実は人間の未来、地球の未来を大きく左右する深いテーマになっていくかと思います。ただ私の想像力が及ぶところはまだそのあたりまでですね。今後どんな、AI と人間の共存する地球が登場するのか、と共存する世界になっていくのか、ぜひ皆さんも想像してみてくださいね。今回のお話は以上になります。お話を面白いと思った方は、ぜひ高評価やチャンネル登録の方をお願いします。またスタンド FM の方でも、こちらを配信しています。そちらの方でもぜひいいねやフォローの方をよろしくお願いします。ご意見のある方、ご質問のある方は、ぜひコメントの方ください。それではまたお会いしましょう。